こんにちは、スケです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは4888で、現在のストーリーは、ここ謎の部屋、仕掛けだらけの部屋をリフォーム中です。前回までに、この真ん中の地球儀みたいなところの謎を解いて、中からさらに機械仕掛けの卵みたいなのが出てきたんだよね。で、これをさらに開けなくちゃいけないみたいで、これを修理するために必要な謎だったっけかな？何なのかよくわかんないけど、ここのステンドガラスが割れちゃって、これを修理しなくちゃいけないんだよね。なので、ジェブにお願いするところです。なんかパパがね、相変わらず謎解きに夢中すぎて、ママとまた喧嘩しそうなんだよな。もうママ諦めてんのかな？よくわかんないけど。まあ、とにかくこれも無理ってジェブに修理してもらうところです。やっていこう。ステンドグラスの窓を修復する。すごいよね。何でもできちゃうの、ジェブ。おお、すげえ鮮やか。やりすぎじゃないか、これ。大丈夫？完成です。船の模型そっくりに修復できましたよ。あと、模型に描かれた番号も窓の船に入れた方がいいですか？船に10491251と刻まれているんです。あ、そうなんだ。それは新たなヒントだな。ジェブ、よくやったぞ。あとはその意味を確かめるだけだ。お役に立てて光栄です。そろそろ僕も行かないと、まだやることがたくさんあるんです。それじゃあ。まだそこだけ修理して終わり？他のさ、割れてない窓も一緒になんかやってくんないの？もともとこんなんだったんか？嘘？全部なんかいろんな絵が描いてあったんちゃうんかい？まあ、いっか。ふむ、謎の難度が上がったようですね。賢者って誰のことでしょうか？私の知る賢者は、スクさんや父さん、ラオウジさんに、みんな賢者かよ。ラオウジさんがいましたね。ツクさん、ラオウジさんを呼んで謎解きを手伝ってもらいましょう。一緒にやれば不可解なことなど何もありません。まあ、ラオウジさんもパパの友達だからな、好きそうだけど、わざわざ年寄り呼びつけるほどかな。ピポパピポ、もしもし、ラオウジさんですか？父と私が何か、どうのこうの。もう知っているのですか？それなら話は早いです。どうのこうの。いえ、父さんは何も交換する気はないみたいです。ではお待ちしています。パパ来たぞ。もうすぐ謎が解けるぞ。賢者を見つければいいんだ。誰が賢者なのかはもう分かっているがな。あ、そうなの？もうすぐ賢者であるラオウジさんがやってきますよ。パパ不満そうだぞ。違ったのかな？予想が。よし、続き見てみよう。ラオを迎える。来たぞ。オースティン、分かったぞ。あの番号はどうのこうの。ちょっと読めなかった。暗号の解読書を持ってきてくれ。どうのこうの。後ろにラオジさん。お、ラオだったのか。オースティンかと思ったぞ。素晴らしい。なんて精巧なビクトリア号のレプリカじゃ。フェルディナンド・マゼランが乗っていた船じゃの。お、知ってんだ。すげえ。さすが賢者候補。オースティンの見立ては間違ってなかったな。なんだって？いや、そんなところじゃないかと思っていたぞ。いや、絶対思ってないだろ。もう少し時間があれば、私にも分かったんだがな。すごいですね。この部屋にあるものは、どれも興味深いものばかりです。どこかに、マゼランや船員たちの所持品が残っていたりするのでしょうか。箱に書かれた文字を見る限り、残っていそうだぞ。船長の所持品と書かれているからな。もろじゃねえ。箱を開けて中身を確かめてみよう。この所持品全部を飾るには特別なカウンターが必要ですね。前は船長の宝箱に入っていたのかもしれませんが、このままにしておけませんからね。まあ、このままだとガラクタも同然だからね。飾りますか。めんどくせえな。めんどくせえけど、パパのアンティークコレクションだから、まあちゃんと飾りますか。あと、まあ、価値のあるもんが見つかれば、ラオウジさんと交換もできそうだしね。まあ、今のところラオウジさんは知恵を借りたいだけで、特別何か欲しいものがあるわけじゃないから、交換はしないのか。よし、続き。カウンターを注文する。おお、あ、そんな風にして飾る。ああ、わあ、これは悩むな。一番シックに行くんだったらこれだけど、
白もかっこいいな。でもここはこれかな。なんかこの緑色の感じが上の明るさと下の暗さをいい感じに醸し出してる気がする。これにしよう。ドーン。カウンターを注文するって完全なる特注だよねこれ。船長、カウンターの準備ができましたよ。宝物をすべて収められるほどの大容量です。船に積むこともできるでしょう。船には絶対積まないけどね。よくやったぞオースティン、ありがとう。あとは私がやるから大丈夫だ。はい。一人でやるんですか？こんなにたくさんあるんですよ。本当に一人で大丈夫ですか？もちろんだ。ラオの店のものも私一人で十分整理できるだろう。それに所持品は数箱程度だしな。だしなしってなってるけど、ごじってるね。その代わりに古い地球儀を修理してもらえるか？次のヒントできっとこの地球儀が役に立つはずだ。そこに地球儀あるんだ。どれどれ？コレクターは偉大な人だったんだな。世界中を旅して面白いものを集めてきたんだから。少し羨ましいぞ。とっても幸せだったろうな。そうかな。残ってるものが全部お宝だけっていうのは寂しいみたいなことを前オースティンがちらっと言ってたよ。生活感のある思い出が一つもないんだよ。口を挟むようで悪いんじゃが、そうでもなかったと思うぞ。わしが知る限り孤独で哀れな男じゃったからな。あ、なんか知ってんだ。そんなわけあるか。こんなに素晴らしいお宝があるというのにどうして不幸なんだ。ウィリアム、信じたいように信じればいい。だが彼のコレクションも単なるものに過ぎん。それだけでは幸せになれんのじゃ。うわ、なんか急に確信めいてきたぞ。ママをおろそかにしているパパにそのうち天罰が下りそうな流れだな、これは。ラオジさんはこの奇妙なコレクターのことを知っているみたいですね。もっと彼のことについて聞いてみましょう。これはパパとママに対する何かフラグだよね。こんなに歴史的価値のあるものをどうのこうの。それを聞いてもお母さんは喜ばないでしょうね。しょうがないさ、幸せの感じ方は人それぞれなんだから。ダメだ、もう宝物に目がくらんじゃってるよこのパパは。これはもうガツンと何か起きなきゃね。ダメだこりゃ。もうお宝と謎解きに目がないなパパは。よし、続きだ。箱を整理する、地球儀を修理する、ラオと話す。このラオおじさんと話すのは多分物語の核心になると思うから、まあ上から順番にやっていこうかな。箱を整理する。ルルルルルン。おお、一気に片付いた。あ、なんかすごい、いろいろ出てきたぞ。なんだなんだ。お宝だ、お宝。お宝の山だ。これは私が見つけた宝だ。アストロラーベに海賊帽、コンパス、望遠鏡、古い航海日誌まであるぞ。アストロラーベって何ですか？何に使うものなんです？現在地を知るための道具だ。私たちの祖先の時代には、GPS などなかったから、船の上では太陽と地平線上の星の位置を使って方角を確かめていたんだ。なんかすごそうだね。羅針盤とかのもっと星座とかを取り入れたやつかな。ウィリアム、これはビクトリア号の航海日誌じゃよ。彼らの旅のすべてが記録されておるようじゃ。それだけじゃないぞ。手書きの絵まで残されているんじゃ。これほど貴重な航海日誌なら、わしの店にあるどんなものとでも交換してやるぞい。おお、超お宝ってことじゃん。やばい、パパが調子に乗っちゃう。父さん、見てください。ビクトリア号の絵です。このステンドグラスの絵とそっくりですよ。1049と12541という番号に関して何か書かれていませんか？おお、ヒントか。それがどんな意味なのか分かっているのか？
窓の絵を完璧に復元することができるんだぞ。あとはコレクターが使った絵がどれなのか見つけるだけだな。なるほど。公開日誌の中にこのステンドグラスの残りの部分の絵が描かれてるってことか。なるほどなるほど。ウィリアム、公開日誌を見ていいかの？私のコレクションを手に取ってみたいっていうのか？わかった、手に取ってみてもいいが、あまり長くはダメだぞ。完全に調子に乗っとるわ。さっきからセリフがちょいちょい読み切れてないんで、正確に読みたい人は動画を一時停止してじっくり読んでみてください。よし、じゃあ続き見ようか。地球儀を修理する。ドーン。修理したのか。下から上に乗せ替えただけじゃねえかよ。大陸と海が全て揃いましたよ。島国もね。なんて素晴らしいのでしょう。私が子供の頃、父と一緒に地球儀を見ながら勉強したものです。父は本当にいろんな国の生活を教えてくれました。もちろんファンタジーも交えながらね。なんか適当なことを教えてそうで怖いんだけど。北極圏にある素晴らしいバラ園の話や、やっぱりな。めちゃくちゃじゃねえかよ。遊ぶのが大好きなペットのワニの話とか。父は世界で一番物語を話すのが上手だと思っていましたよ。今もそう思っていますけどね。ああ、まあそれがフィクションだってわかれば楽しいかもね。なんか喋る？喋らないか。パパとラオじいさんどこ行っちゃったんだろう。ん？見当たらん。どっか行っちゃった。あ、ママは散歩してるね。まあいいや。じゃあ続き見よう。ラオと話す。さてはて、どんなことが聞けるのやら。ラオおじさん、このコレクターについて知っていることを教えてくれませんか？子供の頃に聞いた話じゃが、ずっと昔、ある男と家族が、この家に引っ越してきての、新しい家でとっても幸せに暮らしていたそうじゃ。あ、そうなんだ。じゃあ幸せだったのか？だが、ほどなくして男の愛する人たちが彼の元を去り、家は空っぽになった。男は塞ぎ込むようになって、さらに孤立していったんじゃ。男がコレクションのことしか考えられなくなって、彼の友達や家族の居場所がなくなったと噂されておったな。あーん、コレクションに夢中になりすぎたってことだね。コレクターは一人になった。誰もいない、物に囲まれた家にな。それで謎を作り始めたんじゃ。あらら。悲しい謎解きになってきたぞ。ラオ、こっちへ来てくれ。どうのこうの。読めなかった。いや、ただの誇りか。どうのこうの。コレクションに夢中になりすぎて、コレクターは他のことを考えられなくなってしまったのでしょう。もしこのコレクションが呪われているとしたら、父のことが心配です。まあもうパパ呪いにかかってるようなもんだね。謎解きの虜になっちゃってるもん。何かに父が夢中になると、いつも母が外へ連れ出したり、クッキーで気を紛らわしたりしてくれてるんです。明日は、母と植物園に行く予定があってよかったですね。デートにでも行けばコレクションのことを忘れられるでしょう。いやー、でもパパの今の熱中ぶりからするとすっぽかすんじゃねえの？そんな気がしてならないね。シシ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 。そうじゃったか。答えはずっとわしらの目の前にあったんじゃ。ラオ、道を開けられないようなら、その公開日誌を私のような賢者に渡してみることだな。その謎を一瞬で解いてやろう。ご親切にどうも。じゃが、謎はもう解けたぞい。この数字は座標を示しておって、北緯10度49分が緯度で、東経125度41分は経度のことじゃ。それが答えなのか？そんなの私一人でも解けたぞ。それに謎が解けたのは私の公開日誌のおかげだからな。もうパパダメだこれ。完全に調子に乗ってる人だ。ラオジさん、お見事です。この座標を地球儀で確認してみましょう。
私一人で確認するぞ。地球儀も航海日誌も私のものだからな。これらのコレクションは全て私のものだ。もう完全に目がギラギラしてそう。どう？特に何か話が進むわけじゃないのか。よし、じゃあ続き見よう。地球儀を座標で探す。よし、あとはこの大陸をつなげて緯度を測って線を引いて、わかったぞ。父さん、どこだったんですか？何がわかったんです？ここから遠いですか？オースティン、かなり遠いぞ。マゼランが航海中に訪れたとされるホモンポン島だからな。なんだそりゃ。ウィリアム、その通りじゃ。航海日誌に右側の島というメモ書きとともに、その島の絵が描かれていたぞい。右側の島だって？ふむ、窓に描かれている船は右に進んでいるよな。どこへ向かおうとしているんだ？そうか、ホモン本島だ。この島は船の右側にあるべきなんだ。今日は絶好調だぞ、オースティン。ジェブに電話だ。二つ目の窓の絵が分かったから、ジェブに修復してもらわないと。お、出ました。もしもしジェブですか？もう一度戻ってきてくれませんか？すまんな。もう家の外にいるんですか？そうですか。ありがとうございます。なるほど。母にカボチャを運ぶのを頼まれて手伝ってくれていたんですね。わかりました。作業が終わり次第部屋に寄ってもらえますか？家族全員でジェブのことこき使ってんな。本当にいるのか？あ、いる！本当にいる！めっちゃおもろ。本当にママに頼まれてカボチャのことやってた。あ、入ってきた、入ってきた。よし、じゃあ今回はここまでにしとこうかな。ジェブが部屋まで多分歩いていくんだろうね。パパがもう完全にやばいね。もう本当にママのことそっちのけでお宝に夢中だよ。お宝と謎解きに。大変だ。まあもう展開はなんとなく読めてはきたけどさ。それまでママがかわいそうだな。この暴走パパをずっと見続けなくちゃいけないのか、今回は。大変だ。よし、じゃあそんな感じで次回はジェブに窓を修理してもらうところから続くのかな。ちょっと見てみようか。そうだね、右側の窓を修復する。ここからやろうと思います。というわけで続きをお楽しみに。それじゃまたね、バイバイ。